デスクチャンネル。うんふん、ねずこと。え、好きな人は次に誕生です。お疲れ、タコくんです。タコンジローです。今日は、じゃじゃーん。ついにこれが来ました。ねー。デラックスの人痘です。本当デラックスです。すごいね、これもうパッケージがさ、もうさ、かっこいい。なんか炭治郎が大きく売ってて、うん、これね、水の補給のなんか、剣になんかこのエフェクトがついてて、刀売れてんだよ、類戦で。いや、めっちゃいいわ。刀身を付け替えて、日の神桜ができるらしい。すっげー。モードはね、3つあって、まず1モード目は水の補給モードで、ボタンを押すと水の補給のね、セリフが出てきます。刀は10の刀もあるみたいです。すっごいいっぱいある。2番目、日の神神楽はいろいろ日の神神楽のこれもね3種類あるらしいです。効果音が日の神神楽演舞アクションモードはね一番これ気になるんだよ。本体のみの状態で1回ボタンを押して5秒以内にね本体を振ると肩の効果音が流れるみたい。ちょっとこれ楽しみだね。それでは開けていこう。パパー、わーすごいわマジ。うわー待って、かっこいい。これが本体か、かっけえな。これこのねツバの部分が超かっこいい本物みたい。ボタンもね、うわ超軽いボタンが、火だ。これ見て、剣の部分がある。ここ剣の部分にこうエフェクトがついてる。すごい綺麗だよね。あ、こうだ。せーの、長っ。これめっちゃ長いよ。普通にめっちゃ長い。え、すみれの重くない？長っ。長いし重い。重い。これ、ね、人に負けてやったらね危ないから。これ取るのはこの、あ、取り外しボタンだった。日の神神楽。すごくねこれ。俺とねずこの絆は誰にも切り裂けん。こちらは柔らかいでございます。柔らかいから危なくないね。全長58センチ。でかーい。ただ自分の手作り。先の剣と比べると。の方がでかいね。しかもこっちエフェクトあってかっこいいわ。じゃあ音声聞いていきましょうか。ここつけてみて。水の音だ。ここ押してみるよ。伝説水の呼吸一の型ミラモキリ。これはかっこいいな。めっちゃかっこいい。あのセリフがもう一回いくよ。伝説水の呼吸二の型水車。次スミレ。三の肩龍龍舞。もう一回。四の肩うちよ。これは結構強いぞ。五の肩寒天の地。これ好きだわ。これかっこいいねめっちゃ。六の肩ねじれうぜ。いいね。七の肩しずく波紋だけ。なにこれ。8の肩吐きつも。9の肩水流しぶきラン。あ、これもかっこいいよね。前世中。あ、これかっこいいやつだ。これ超かっこいい。10の肩生成ルテン。かっこいい。でもなんて言ってるかわかんない。生成ルテン。これかっこいいわ。戻った。これで、ほら見て、一の方が好きな人はね、長押しロックして、ほら、よくないこれ。何回も聞ける。次日の神神楽いきます。日の音だ。一応目やっていきます。日の神神楽。M。かっこいいこれ。累戦でやったやつだ。次何なんだろう。これ一つ一つ効果音が違うわ。そうだよ。次アクションモードいきますか。ついに意味わかったから。一の肩ミラモキリ。かっこいい。日の神神楽演舞。一番ですね。演舞まである。アクションモードはさ、あれだよ、あのボタンなくても肩のフロードが。こちらね、100均の日本刀にね、スズランテープをね、つけると、なんとね、水の呼吸っぽく、くるとシャーンってあってね、すごい画像が撮れるんですよ。エフェクトになって、これが。なんで今日はね、こちらのね、せっかくだからデラックスの人刀につけて、
っていきたいと思います。はい、同じ長さに切りました。違うか。こちらに並んでる4色です。本体につけていきます。やっぱ水苔が一番かっこいいね。待って、一回持たせて。1本長い。待って、もう1本長いよこれ。練習生、水呼吸場がじゃあ水呼吸場がじゃあ水呼吸場がじゃあ